皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日はフィギュアの紹介動画です。今回はソー・ラブ&サンダーの、マイティーソー、ジェーンの方のソーの SH フィギュアーズを今回買ったので、これを紹介しようかなと思います。パッケージはこんな感じですね。ジェーンの層がプリントされてて、でもこの顔がジェーンになってますね。でマスクのパーツとか、マスクの顔のパーツも見えてますけども、パッケージはこんな感じですね。そう、まだソー・ラブ&サンダーは公開されてないんですけど、フィギュアが先に届きました。パッケージから出すとこんな感じですね。真ん中にジェーンがいて、ムジョルニアに、これはムジョルニアのエフェクトパーツかな。でこっちもなんかムジョルニアのムニョムニョの付け替えパーツで、手首のパーツが4つ入ってて、あとジェーンのマスクかぶった顔のパーツに髪の毛のパーツですね。さあジェーンを出すとこんな感じです。結構この衣装の造形が細かいですね。でジェーンの顔はこんな感じ、ナタリー・ポートマンに結構似てるんじゃないかなと思います。でこの髪の毛があるんで、首はそんなに動かないですね。一応左右動いて上下も動くんでしょうけど、この髪のパーツで正直そんなには動かないですかね。もう一個の方の頭のパーツに変えたら多分もうちょっと動くと思うんで、それは後でやります。で可動ですけど、まず腕ですね。こうやって腕上げて、二の腕で、こんな感じでロールが効いてて、肘もこんな感じで曲がります。この腕周りの、なんていうのこれ、コテの部分の造形もしっかりできてますね。で手首もこんな感じでぐるーっと回転するって感じですね。反対側がこっちの右腕の方にはなんかこの腕輪がついてますね。こっちもこんな感じでピントが合ってない、こんな感じで結構グリグリーと動く感じですね。こんな感じ、かわいいっすね。で胴体はなんていうのかな、上半身、この胸周りと腰周りとあと下半身で3つに割れてる感じですね。多分ポージングも結構細かくつけれるはずです。こうやって、ちょっと 前後で可動がつけれるようになってますね。で足もこのなんていうのこれ、スカートじゃないけどこの前掛けの部分があるんですけど、一応足も前に出せますね。後ろもちょっとこの背中のあれがありますけど、でもあれも後ろはそんなにいかないか、後ろはそんなにいかないですね。前はこうやって足を突き出すような感じでできます。で膝も曲がってこんな感じですね。で、よいしょ。で、足周りも、この辺の鎧の造形しっかりしてて、
で、靴のところも、なんていうのかな、これ、ヒールのブーツになってますね。ヒールのブーツだってのかよくわかんないな。足は、こんな感じで、360度回りますね。で、つま先も、こんな感じで、曲がります。反対の足も一緒ですね。前に、足出して、肘曲げて、膝曲げて、で、つま先、足首がぐるっと回りますね。で、このマントにワイヤーが入ってるんで、結構細かいポージングいけるんじゃないかなと思います。ここの部分と、ここの部分と、ここですね。多分3本入ってます。まあちょっと後で、マントの方のワイヤーを使ったポージングっていうのもしっかりやっていきます。アーマーの造形も、今までの層のアーマーっぽいですね。まあこんな感じかな。前掛けも細かく入っ、モールド入ってて、塗装もしっかりされてますね。まあ、ジェーン本体はこんな感じです。で、後で交換しますけど、ジェーンのもう一個の、マスクかぶったやつは、こんな感じですね。そう、目元が青色になってて、このヘルメットのこの耳の部分ですね、この羽のパーツも細かく作ってますね。あんまりたくさんは知らないんですけど、一応コミックのこのジェーンの層もちょっとだけ見たことあって、結構コミックと比べてもしっかり再現されてるんじゃないのかなと思います。ちょっと早く実際に活躍してるところが見たいですね。で、続いてこっちがムジョルニアの方ですね。これも細かくなってますね、これ。で、今回まあもうこのひび割れた感じで、まあ、多分そうだと思うんですけど、ラグナロクの時にヘラにぶっ壊されたムジョルニアだと思うんですけど、それがどうやってこういう風にまた復活を遂げるのかっていうのが非常に楽しみですね。で、持ち手もこんな感じですね。で、これちょっと映像で見えてるのかわかんないですけど、一応このひび割れのところ青色の線が入ってますね。で、ムジョルニアはこのエフェクトパーツ、2つあるんですけど、そのうちの1個がこのなんかムジョルニアのパーツが飛び出してるようなエフェクトがまず1個。で、もう1個がこのムジョルニアが、これ多分雷を操る時のエフェクトですね。一応この2つのエフェクトパーツがついてます。で、ムジョルニアは、このハンマーの部分を持ち手から外して、こっちに付け替えって感じですね。だからジェーンに持たせるときも、こんな感じで手首パーツに、こうやって持たせてから、こんな感じでムジョルニアのエフェクトパーツにつけるっていう感じですね。で、もう一個も、これちょっと穴が見づらいですけど、穴見づらいですけど、ここにありますね。こことこの穴をこうか。一応これ突起の
向きというか形があるので突起の形に合わせてはめるっていう感じですね。こんな感じですね。まあ多分この普通のっていうか普通のムジョルニアからこのひび割れパーツが飛び出すんでしょうね。なんか予告編でもそういう映像がありましたけど、このムジョルニアもどうやって復活したのかとか、なんでジエンがこれを扱えるのかっていうのが結構肝になってくる部分だと思いますね。一応ムジョルニアはこんな感じですね。じゃあ次にジェーンの顔の交換ですね。ちょっと怖いけど、こいつを、意外と簡単に取れたな。こんな感じで、ジェーンの顔を取って、で、髪の毛の、この後ろの部分ですね。こいつも取っちゃって、もう一個の方ですね。地味に違うんですね。ちょっとなんだろうこれ。束になってて、ちょっと小さめの髪のパーツがあるんで、こいつがマスクの方の後ろの髪ですね。これこっち。こんな感じでやって、で、今度これか。ジェーンの、この耳から垂れてる髪を、こんな感じですね。あれ、まあ、こんな感じでセットして、で上からさっきのヘルメットかぶったジェーンの頭を、ちょっと待って、こんな感じでつけるっていう感じですね。これで、ヘルメットかぶったジェーンの顔になりました。すごいですね。これまた一気に雰囲気が変わりますね。個人的にはこっちの方が好きかな。で、でもそうか。結局この髪の毛があるから、あんまりさっきのジェーンの頭と一緒で、そんなに首の可動動かないですね。この髪がなかったら多分もっとグリグリ動くんでしょうけど、髪をつけてるとちょっと動きが制限されちゃいますね。まあでもこの辺のスレに気をつけて動かせば結構ポージングつけれるかな。まあ一応横は向けますね。横、まあこれぐらいのこんな感じですね。反対も、まあ、ここぐらいまでですかね、動いて。うん、いい感じ。すだちの状態だとこんな感じですね。で、ムジョルニアを持たせるとこんな感じですね。まあ、ここからはいくつかポージングつけたやつを、ちょっとしばらく流そうかなと思います。ここからは他のシリーズのフィギュアとの比較ですね。まずは SH フィギュアーズの、アイアンマンマーク85の、ファイナルバトルエディションのフィギュアとの比較ですね。同じ SH ですけど、やっぱりアイアンマンの方が背高めに作られてますね。で、今度は
こっちも同じ SH フィギュアーツで、スパイダーマンのインテグレーテッドスーツのフィギュアと並べてます。背丈は一緒ぐらいですかね。若干ピーターがちょっと背高いぐらいですかね。今度はマフェックスのグエンプールと並べてます。一応あのコミックでジェーン・ソートの絡みがあったので一応ちょっと並べてみました。まあちょっとフィギュアのシリーズが違うんですけど、まあ、これと比べるとグエンプールの方が若干背高いぐらいですかね。まあ、一応並べるとこんな感じです。次はマーベルレジェンドのティチャラのスターロードですね。まあ、やっぱりマーベルレジェンドってことだって結構サイズは差がありますね。圧倒的にティチャラの方が背高いです。で、全部並べるとこんな感じですね。さあ皆さんいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで、マイティーソージェーン・フォスターの方のマイティーソーのフィギュアの紹介でした。まあ、このフィギュアのこの鎧とか、まあ、アーマーですね、アーマーとかムジョルニアとかフィギュアとか小物系ですね、そういったデザインとかディティールとか結構細かくて非常に気に入りました。まだ映画は公開されてないんですけども、この新しい層の活躍非常に楽しみにしています。この他にも他のフィギュアで気に入ったのがあればまた紹介動画作ろうかなと思っております。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様です。